道の糸ごめんがなくうなるりんりん旅先よちょっと挨拶します、はい、皆様こんにちは、流星と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ちなみにね、はい、この尺八を吹けないんじゃないかとかいろいろそう思うと思うんで、うん、ちょっと俺マイク持ってるからちょっとなんか一曲吹いてあげな。そうすると大体わかるから。ああね、もう様々な魅力がいっぱい詰まってる流星さんということですね。すべて森好みか流星で俺は一生食べていける、はい、ものすごい嬉しそうな顔されてますね歌聞いてどうでしたか。今16歳の孫みたいな歌を聞いて羨ましい。あ、羨ましい俺、はい、中学生の時に歌手に憧れてね、はい、おー、そうですか。音楽部に入ったんですよ。音楽部に、ところがドレミア・ソラシドの高い音が出なくて、はい、これはダメだなと思って、あ、それで次に野球、そして次に映画俳優。映画俳優本当ですかそれ監督本当の話です。あ、そうですか。歌手になろうして映画俳優になろう、ええ、でどうして野球に来たの。半端じゃない貧困家庭に生まれ育ったもんですから、はいはい、もう母子家庭です、はい、父親は戦争行って死んじゃって、はいはい、もう母親しか知らない、母親をとにかく楽にさせてやりたいと。あの親孝行だね、その一心ですよ、うん、はいはい、でも今それが今度細川たかしさんの、うん、このチームの監督に就任をされたということで、もともとね、はい、亡くなられた奥様とかね、監督も非常に私の不安で、はい、私の望郷ジョンカナが大好きなご夫婦だったんです。今度はあの流星のためにですねこのチーム細川作ったので、ぜひとも、はい、野村監督に監督になっていただこうということです。いいじゃないですか、ね、拍手送ってやってください。ありがとうございます、はい、よろしくどうぞ。流星さんはどういった歌手になりたいと思う。そうですね、まあ、歌を聴いてくださった方が元気になっていただけるということをまず目標に、その元気になっていただいて笑顔になっていただいて、それでなんかこうエールを送れるような歌手になっていきたいなというふうに思っています、まあ、あとは細川市長のようにこう歌で感動を与えられて、また喋りで人を笑わせてあげられるって、こういうなかなかいらっしゃらないと思うのでこういう歌手になっていきたいなっていうふうに思っています。すごいね、16歳でこういうことを監督こういうこと言えるんだから大したもんだよね。大したもんですよ。最近この16歳がすごいですからね、あ、そうか、スケートの木平さんだとか、将棋の藤井さんとか、もういろんな16歳がこのいろんな分野で活躍してるんですよ ね、 そうね、そこに自分も加わらせていただけるってことは非常に光栄なことだと思ってます。全体的にこう、まあ、パワーアップすればね、いろんなことできるよね。いろんなことができるんで、まあ問題は RG だなあいつは何とかしなきゃいけないと思うけど、まああれはあれでまたおもろいからね、おかしいからあれはあれでまた雰囲気作りしたらいいかなという。コンサートをみんなでじゃあやる。ああ、それはもう考えてますよね、後々ね。うん、RG さんは司会で、もう RG は司会か、ちょっとね、ま、幕の前に喋らすとかね喋ってから埋設させてからドンチョが開くとかそういう類だねあいつは、はい